コリンダー399もしくは、それを略して、CR399 は、小ギツネ座の方角、矢里の境界の近くに位置する、恒星が密集する領域である。星団とも呼ばれているが、真の星団ではなく、偶然恒星が集合したものとされる。CR399 の中で、明るい恒星は、有名なアステリズムを形成している。 CR399 について史上初めて言及した資料はペルシャ人の天文学者アルスーフィーが964年頃に表した星座の書とされる。そのため CR399 はアルスーフィー星団とも呼ばれる。アルスーフィーによる発見は20世紀まで広く知れ渡ることがなく独立に再発見した例がいくつか知られている。 17世紀イタリアの天文学者、ジョバンニオ・ディエルナが1654年に発表したカタログに CR399 に該当する天体が記載されている。1920年代、数多くの変更性観測用製図を作成し、アメリカ変更性観測者協会の副会長を務めたアマチュア天文家、ダルミロブ・ロッキは、速攻観測の構成用として、 CR399 の製図を作成した。そのため CR399 はブロック星団とも呼ばれている。1931年、スウェーデンの天文学者ペルコリンダーは自身の三回星団カタログにこの天体を収録している。コリンダー399という名称はコリンダーのカタログの399番目に掲載されていることに由来する。 CR399 内のアステリズムコートハンガーを線で結び、主な構成に指等級と一部には名称を付したもの。CR399 に含まれる構成のうち、指等級が5から7の10個の構成がコートハンガーとして知られるアステリズムを形成している。6つの構成が一列に並び、4つの構成がその南側に鍵型を作ることで、 洋服をかけるハンガーに形が似ていることからそう呼ばれる。最も明るい構成は小狐座ネ4番製で5.14等級である。CR399 はその他に30個程度のより暗い構成を含んでいる。暗い夜空の下では CR399 は光の染みとして肉眼でも見える。コートハンガーの形を見るには双眼鏡や 望遠鏡の定位率が最適である。CR399 の見つけ方。や、ザの西側、アルタイルとベガの間にある。コートハンガーを探す最もわかりやすい方法は、アルタイルからベガへ向かう、仮想の直線を描き、その線に沿って天の川をゆっくり渡ってゆくことである。アルタイルからベガまでの各距離の位置。 三歩道を進んだあたりで、白鳥在南の天の川に大きな裂け目を作る暗黒帯の中にコートハンガーを見つけることができる。あるいは、アルビレオから南に小ギツネザアルファー星をたどっていった先、また、いや、ザの矢尻にあたるやザガンマ星から西に8度進むことでも見つけることができる。コートハンガーは7月から8月にかけてが最も見ろで北緯20度以北の地域では、 南中時にはハンガーの上下が逆さの形で見える。南半球ではハンガーの上がそのまま上に見える。パロマー天文台スカイサーベイのデジタル化データから作成した CR399 の画像を。出展、ポース2、ジュゼッペ・ドーネッティーロ CR399 がどのような天体かについての理解は現代天文学が進歩する中で大きく変化した。 20世紀のほとんどの期間、CR399 は星団だと考えられていた。20世紀初頭に初めてこの天体を目標に研究を行ったハリー・マイヤーも星団と記している。しかし1970年、スペクトルエネルギー分布や視線速度、固有運動を詳細に調べた結果、CR399 の一因と思われた構成のうち、 明るい6つの構成以外は正団を形成していないと結論付けられた。この時に、正団の構成とされたのは、HD182422、HD182620、HD182761、小ギツネ座5番製、HD182955、HD182972 の6つであった。さらに、 1997年から公表されているヒッパルコス衛星のデータによって大幅に向上した年収しさと固有運動の測定値から1998年以降の複数の研究で CR399 は先に挙げられた6つの構成も含めすべての構成が運動を共有しておらず真の意味での星談とは全く異なる偶然構成が集合したものであることが 明らかになった。6つの構成のうち、距離からして、結びつきがある可能性があるのは、HD182620、HD182761、HD182955、HD182972 の4つだけで、その4つの構成にしても、固有運動から推定される、 空間速度の差は、星団としての関係性がある場合に比べてはるかに大きい。ありがとうございます。